でもお疲れ様です。今回も気になる男行ってみましょう。19話になりました。えー、私、即家塾の久保、40代から隠居生活を始めました。なんとね、私の人生、40歳になるまで、一回も資金的にプラスになったことはありません。えー、つまり、その日暮らし、以下の暮らしですね。借金はどんどん積み重なり、30代で作った借金がなんと、3500万になってしまいました。3500万の借金というと、 もう住宅ローンを払うようなね70代まで借金を払っていかないといけないそんなまともに考えたら人生ですよでもなんとね40歳を超えたあたりから私の人生は変わり始めますそう情報発信インターネットに関わるビジネスをすることによって収益が段違いになったんですよね最初の3年で1億円以上稼ぐことができておかげさまで借金も返し滞納していた税金も返しそしてなんとですね 35年ローンで買うしかなかった70代まで支払い続けるしかなかった住宅ローンこれを使わずに一戸建てを一括で購入そして今に至るわけですね現在49歳40代を振り返るとまあ本当にうなぎ登りと言いますか自分の思い通りというか本当に素晴らしい人生を送らせてもらいましたそういう風な方程式をねこの気になる男シリーズを通じて、まあ、この動画を見てくださってるあなたにもお届けできれば幸いだと思っております ただね、当面はですね、気になる男のメインテーマであるタカさん、タカさんとのやりとりを通じて、このタカさんっていう魅力を、この人物の魅力をね、もっともっと引き出していこうかなと思っております。よろしくお願いします。ではですね、今回、前回のタカさんの18話を振り返って、ちょっとキーワードを抜き出してみましたので、ダラダラと申し上げていきます。感じることがあったら、どんどん心に落とし込んでいただきたいと思います。じゃあタカさんもよろしくお願いします。 はい。これですね。引っ張るようですけども、親の真似をしては失敗するという概念をお持ちの方、ちょっと考えてもらいたいんですよ。逆に試しに親の人生真似てみてください。できますか親を真似ることって。多分ね、親の真似をしちゃったとかね、親に洗脳されたとかね、親の影響を受けたっていう人、ね、どういうことか多分3分後にはわかりますよ。逆に親の真似をしようと思ったら、 あなたほどではできないと思います。いや、私でもできないと思います。親の真似、実際はすごく難しいです。はい。例えばね、親と同じ学歴ですか、あなたは。親と同じところに幼少期住んでました親と同じ趣味ですか親と同じ食生活、今でも送ってますかその他様々ありますけども、いや、親の真似をしちゃダメだっていうふうに前回申し上げましたけどもね、そもそも、親の真似なんて本当にできるんですか いや親だけじゃないですよ。誰かの真似をできるほど器用なんですかね。真似が本当にできるんだったら、1億円を3年間で稼ぐこと、ぜひ真似してみてください。いやー、あのね、真似をすることが難しいから、修行の日々がつらいんでしょ空手の先生に教わっても、3年経っても5年経っても10年経っても、先生のように上手にできないでしょ書道はどうですか文字を書く練習。先生のようにきれいな文字が書けなくて困ってるでしょ 真似できないんですよ。ね。なかなか真似ができない。真似ができることってのは、これはね、プロなんですよ。ね。上手に歌う人がいます。その歌を完全にコピーして同じようにカラオケで歌う。そしたら、その人もプロになっちゃいますよね。それができないから、上手に音程が取れないし、リズムも狂うし、ビブラートもかけられないから、プロになれない人がほとんどなんですよ。つまり、真似ができなくて我々は困ってるのに、親の真似、そう簡単にできやしないですよ。ね。 だからこの辺ちょっとね考え方を変えていかないといけないのかなと思いますはいもう一個お誘致をかけましょうかあのあなたのお父さんお母さんはスマホネットパソコン使ってますねどうでしょうか使い始めたにしても最近のことでしょう自分のキャリアと照らし合わせてどうですかどっちがお父さんお母さんと自分とスマホネットパソコン使ってますかねどっちがですかほら 真似ししてないでしょむしろ親がやってないことを自分がやってることが多いと思いますし親がやってることを自分がやってないことが多いと思うんですよ。はい。えこういうふうにスマホもネットもパソコンもお父さんお母さんは使ってませんよ。その使わずをあなたは真似してますかできますかここで確認しましょう。あなたは責任転換をしてるんですよ。自分の不出来だったことだけを取り出して都合よく「親のせいだ!」 親の洗脳だ、社会が悪い学校が悪い責任転嫁してるだけじゃないですかここをね本当に何度も何度も確認した方がいいですよあああいつのせいだこいつのせいだっていう風にねいちいち思うんではないんですよじゃあビジネスの基本理念は何かって思い出してください悪いことは自分が原因でしょ良いことは皆様のおかげでしょこれ親もここに入れないとダメですよ何か自分が悪いことがあったら親の洗脳だ親の影響だ違うあなたが悪い ね、自分が悪いんですよでもここまで健康に強い精神力を持って生きてこれた愛する人とも出会えたこの地盤を整えたのは誰ありがとうお父さんお母さん健康な体に産んでくれてね明確な精神力を与えてくれてありがとうじゃないですかもっともっと高いレベルで産んでくれることを希望したんでしょうかもっともっと高いレベルで自分の生活基盤を作ってくれることを親に期待したんでしょうか それができていないから親のせいだっていうことなんですかねどうでしょうかはいビジネスの精神っていうのはねどちらにしてもこの2つに尽きるんですよ悪いことは自分が原因ね待ち合わせに遅れました車が渋滞しました電車が遅れました違うもっと早く出ていなかった渋滞や電車がダイヤグラムが崩れることをね予測すればもっと早く準備できたでしょってことなんですよね悪いことは全部自分が原因です良いこと 契約が決まりました。売り上げが上がりました。売り上げが上がったのは誰のおかげですか自分のセールスが上手だったんですか違うでしょお金を払ってくださったお客様の,のおかげですよ。お客様が自分のプレゼンをしっかりと聞いてくれた、そのおかげですよ。もっと言ったら、お客さんが悩んでいたおかげで自分の商品が売れるんでしょお客様に悩みがなかったら、今度は誰の商品も欲しいと思わないですよ、その人は。えだから人が困ってるから、そのおかげで自分の存在が引き立つわけでしょ ビジネス精神は、ね、いつもこれですよ自分で何もかもやったつもりにならないことですこれはね一人でビジネスをしていいとも同じなんですよ結局は誰かのおかげ誰かのおかげで自分が成り立っているね前回もお話し,しましたけども人材には最大限投資しないといけないお金を払うだけで自分に良い情報を届けてくれるんだったらお金払いましょうよ、ね、そしたらその情報を活用してもっと大きな売り上げを自分が立てればいいわけでしょ 自分が大きな売り上げを立てる自信がないから人からお金を払って情報や教育の仕入れをすることに躊躇するわけでしょすべてだから自分のせいなんですよ。うん、はい、次行きましょう。まあ、ここででもね、話はわかります。親の影響が全くないかっていうと確かにあるんですよ、親の影響ね。じゃあそのこともちょっと紐解いていきたいんですけども、結局はでもね、親の影響。 何を親から真似て、もしくは先生や社会から真似て、何を反面教師として生きていくか、それは誰の選択に任されているんですか親が飲んだくれてギャンブルばっかり、その影響を受けてあなたも飲んだくれてギャンブルばっかりするんですか違うでしょすべて自分の明確な意思を持った選択に任されているんですよ。真似るのも、それとも、それるのも、全部自分が選んでるんですよ。お父さんお母さんがね、 学校に行け勉強しろって言ってもグレて学校に行かないやつもいるわけでしょじゃあそうやってグレたやつが早めに社会に出て社会の荒波にもまれてああやっぱり学校行っときゃよかったかなもしくは「いや学校に行かなくても生きる道があるぞ」っていうふうに自分で掴み取っていくこ、まあ、これそまあ親の影響ないとは言いませんけどもせいぜい二十歳までですよ親の影響なんて。 いや、逆にね、二十歳を過ぎて親の芸、何、影響だとかヘチマだとか <laughs> 言ってたら、いつまで親の影響を大切に育つんですかということなんですよね。はい。もう二十歳を過ぎたらね、あとは自らの意思で道を選び、リスクを取り、愛する人を選んできたんじゃないですかね。愛する人すら、親の影響で選んだんでしょうかどうでしょうか違うでしょ自分の知識や経験や、それから相手の意思を尊重して、 この人とやっていこうという風に選んだのはお父さんお母さんが支持したわけでも期待したわけでもないですよね自分で選んだわけですよはいまあ人生分岐点いろいろありますけどもそのためにいちいち親のアドバイスを求めたでしょうかね、せいぜい20歳前後まででしょね、お父さんお母さんにお金を出してもらわないといけない側面もあるから親の許可ってのがいるわけですよそういう時はアドバイスを求めたこともあるかもしれませんけども30過ぎたら40になって 親のアドバイス求めますかお父さんお母さん俺家を買おうと思うんだけどさどうしようかなまあそのぐらいの規模だったらありえるかもしれませんよねちょっと頭金を援助してもらうとかなんかね二世帯住宅にしようかなとかねいろいろあるかもしれませんけどもでも親ののの影響受けるととといいうのとはちょっと違う違かなと思いますす自分の影響を受けてるんじゃなないいかなと思いますまさにビジネスを志すんだったら親の影響じゃなくて。 自分の発想の影響を受けてくださいねはいじゃあ今回のスライドショーのこっからが本題になってきます先ほどまでのはキーワードとしていろいろとね、羅列してみましたけども前回までをちょっとね、えー、拾い上げてまとめてみたものになります今回は欲望と感情をコントロールせよということでございます欲望と感情コントロールできてますかね、欲望と感情ちょっと時間を取りますんで考えてみてください あなたの欲しいものは何でしょうかあなたのやりたいことは何でしょうかあなたの会いたい人は何ですかとこれ10分以内に100個ぐらい出なければ欲望をコントロールしているとは言えません。次、感情をコントロールしていますかとね。今、なんとか手持ちのお金があるかもしれませんけども、突発的に5000万必要になりました。ね。そういうふうな窮地に陥った状況を想像して、しかもそれを リアリティを持ってですね、自分に対して当てはめることができれば、感情は動くはずです。今週末までに5000万手に入れなければ、家族の誰かがね、大変な目に遭ってしまう。と思ったら、やべえと思うでしょ。寝てる日もないでしょ。飯食う日もないでしょ。トイレにも行かないでしょ。それが感情をコントロールするってことなんですけども、いきなりこの高いレベルでやるとは言いません。でもね、欲望と感情のコントロール、実は、そのトレーニングは、 普段からできているんですよ。ね。どうですか眠たいけれども我慢して起きてるってことあるでしょ食べたいけれども我慢して食べないことってあるでしょ性欲もいつもいつも飛び出してるわけじゃないでしょ抑制できてる場合がほとんどじゃないですか。だから毎日の中で欲望と感情って私たちは少しずつコントロールしてるんですよ。だから欲望と感情はなかなかコントロールできないでしょ っていう,ふうな言葉は当てはまらないんですよ。ね、できますから欲望と感情は誰が持ってるんですかあなたの欲望はあなたが持っているあなたの感情はあなたが持っている他者はコントロールできないんですよ。ね、だけどもだけどもあえて言います他人の欲望と感情もコントロールしてくださいまずは自分が欲しいと思ってくださいまだまだ足りないと思ってください貪欲に。 なっってててくくくだだささいいいねそしし誰かに尽くしたいと思ってくださいこれ全部自分の物欲ですよ、まあ、実際のものじゃないかもしれませんけどもあえて言います全部込みで物欲ですもっともっと欲しいと思ってください足りないと思ってください尽くしたいと思ってくださいね必要最低限の暮らしまあそれは言葉として使うことがあっても本当にそう思っちゃダメですよじゃあね必要最低限の暮らしっていうんだったら別にプールに行かなくたっていいわけですよね 別にね、文化に触れなくたっていいわけですよ。別に音楽聴かなくてもいいわけですよ。映画なんて行かなくてもいいし、エンターテインメントいらないんですよ。ね、全部、趣味とか娯楽ってのは余裕だからやるわけでしょ。その余裕がない人生ってどうですか人生なんですかそれは。食べて飲んで寝る必要最小限。終わり。どうでしょうか愛する人と、のろけ話の一つもしながら、昔話を振り返りながら、そして子供たちの将来の 人生をね、思い描きながら暮らしていくと思います。必要最小限じゃないですよ、これは。もう、もっともっと余裕を自分にも持つ。家族にも余裕を持たせる。ひいて言えば、おじいちゃんおばあちゃん、親戚縁者、そういう人たちにも、自分で作った余裕、物欲ってのを最大限発揮して、豊かってものをね、どん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 引き上げていってもいいんじゃないかなと思います。はい。こういうふうになります。 自らの物欲がなくして、顧客の商品が欲しいというニーズにどう応えるんですか。お客さんはあなたの商品が欲しいと思わなければ買いませんよ。ね。だから物欲なんですよ、お客様があなたの商品欲しいっていうのは。ね。でも自分の物欲をコントロールするのが下手なのに、どうやってお客様の物欲コントロールするんですか。どうやってセールスするんですか。 どうやって欲はいセールスするなら自分の物欲も他人の物欲もコントロールせよということでね今回はまとめさせていただきましたさあまだ続きますよ次はどうなるんでしょうかでもここで刻んでくださいセールスするならね自分の物欲も他人の物欲もコントロールしてくださいよってことですよいいじゃないですか物欲を時には抑え食べたい時には食べずそういうのもコントロールのうち もう一つは、大して欲しいと思ってないものを絶対欲しいと思えるように自分をモチベートアップしていくことなんですよ、ね。私は車で例えることがありますけども、走ればいいやと思っているところが、いや、でもできればちょっと大きめのがいいなと。まあ燃費とかもあるんだけども、でもかっこいい車が欲しいな。そういうふうにどん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 自分の物欲を自分で盛り上げていくと。結果、走ればいいんだけども、なるべくいいやつが欲しいなと。なるべく自分の好みの デザインが欲しいなと。なるべく家族が喜ぶような居住性が欲しいなっていうふうに、どん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 盛り上げていくと、確かに、ただ走るだけでいいのかもしれませんけども、走るたんびに、豊かな時間と空間を手に入れることができるということになります。そう、車っていうのはね、乗って、目的地に移動する以上のものをメーカーさんが、あの手この手で考えて、消費者が欲しい欲しい欲しいと思っていただけるようなメッセージをぶち込んでるわけですよ。 そのメッセージをどれだけ受け取れるかってことになってきますそれが自分のセールスにも必ず生きてきますんでね物欲物欲物欲大いに結構なんですよはいじゃあそろそろまとめ全部のまとめに入っていきますよ <laughs> まだまだ続くような雰囲気だったんですけどももう20分ぐらいのねお話になりましたんで今回もこの辺で終わっていこうかと思いますはいこれ読んでください声に出して読んでもらいたいと思いますあなたは あなたの存在は何ななんですかあなたは愛する家族にとって最強のヒーローなんですよ。あなたがもう本当にね他の人と比較にならないぐらい素晴らしい人であることがあなたには求められているんですよ。はい、あなたは強い精神力と鋼の魂でくじけることを知らずに知恵の連続で窮地を救い家族の窮地ですよ無限の体力で愛する家族を支え続け戦い続ける。 憧れの存在なんですよ奮い立って状況を打破してください今やべえ金がないやべえ家族の責任家族を守っていかないと責任結構重圧が重いなそういう時こそ奮い立って状況を打破してくださいあなたの強い精神力と鋼の魂で打破してください知恵の連続で窮地を救ってあげてください無限の体力で疲れを知らずに家族をその両腕で支え続けてください 戦いはまだまままだだだ続きますす私たちの人生まだ半ばですよこれから今まで会ったこともないような強大な敵最悪の状況がまだまだ来ますさあその最悪の状況に陥った時に私たちは何をすればいいんでしょうかどう考えればいいんでしょうか今回の結論にあります最悪の状況に出会ったそういう時だからこそ最善を尽くせと欲望で乗り越えてくださいとあなたの欲望があれば きっとその状況を乗り越えられます家族に何かをしてあげたい家族の状況を救ってあげたい俺がやらなくちゃ誰がやるんだその欲望をどんどん盛り上げて全てを成就させてもらいたいと思いますそのぐらい私は欲望にね忠実に生きていこうと思います家族の長として主としてお父さんが自分の欲望をどん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 叶えていくそういった姿を家族に見せることってのは家族の余裕にもつながると思うんですよもう一回私はね車をレーンに出します 私は今、車、家族用のベルファイヤーに主に乗ってます。でも、奥さんと二人でいるときは、セルシオに乗ってます。ね、白いセルシオです。ベルファイヤー黒。そして、自分一人で車を楽しむときは、トランザム83年式、ナイトライダーフルモデルキットに乗ってます。もちろん、このキット喋ります。私の YouTube 動画をご覧いただきたいと思いますけど、最も再生数を弾き出してるのが、ナイトライダーなんですよね。えー、こちらの AI 搭載の ナイイトライダーいやー本当にね40年前の未来の車ですよでも今乗っても未来の車です素晴らしい私一人の夢を今でも叶えているところを家族が見てどう思うでしょうかいやーお父さんキツキツやってるなと思うでしょうかお父さんさすが自分の希望を叶えてるなとうん自分は賛同できないけどもでもお父さんがあれ,あれほどまでに車に余裕を持っているんだったらうちの家族安泰だよねねえお父さんこれ買ってこういうふうにしてみない要求も自然と出てきます ね、それにいいよ答えてあげるお父さんどうでしょうかどうでしょうかどんなもんでしょうかこれができたのが私の40代そしてこれからあなたが進む40代ですよ40代では全ての欲望を叶えてあげてくださいそして周りの人の欲望も叶えてあげてくださいそれが今回の結論ですはいそしてね前回の回答をここら辺でお話をさせていただきます今回のスライドショーは以上で終わりです 前回の回答で残したものは、コンサルを使い倒すことがなぜ恩返しになるかってことなんですよ。これは、あの、タカさんもね、えー、お話しくださったんで、似てるところが結構多いです。で、私からの見解を申し上げてまとめようと思いますけども、コンサルを使い倒すことでね、別の方から見てですよ、あ、このコンサルの先生は、徹底的に使えるコンサルだ。すげえな。っていうふうな信用を客観的に積むことになるんですよ。ね。 だってコンサル生さんが師匠に質問を遠慮するようなそんなねコンサルを受けたいですか他の人だから遠慮なく毎日のようにしつこいぐらい「お願いしますお願いします」ますとこんなことが困りましたこんな行動をやってますもう毎日のように連絡をバシバシ上げるようなコンサル生さんと師匠との関係を客観的に見て。 あ、ここは、ここまでできるんだ。すげえなーっていうふうに思いませんかね、サポート期間が3ヶ月で終わっちゃうようなね、そんなコンサルじゃ、とてもじゃないけども、信用してついていくことはできませんよ。でもね、例えば、売上1000万保証とかあったら、1000万いくまでに付き合ってくれるわけでしょ ?1000 万いこうと思ったら、100万の商品を10人に売ったら終わりじゃないですか。10万の商品を100人に売ったら終わりじゃないですか。まあそう考えても、1年ぐらいじゃないですかうん。 まあこういうことを考えるとね、徹底的にコンサルを使い倒すと、コンサルの価格が上がるんですよ。だからぜひね、コンサルを使い倒してあげてください。コンサルを使い倒して、コンサル生さんが最大の結果を出すと、さらにコンサルの価値は上がります。あの人のコンサルを受けると、コンサル生さんはなんか知んだけど1000万稼いだぞ。そしたらそのコンサルを、 500万で受けたとしても、500万の理財が残るってことになるんで、客観的に得だな、このコンサルって見えるわけでしょ逆にですよ、自分の結果がしょぼいと、コンサルの先生の価値と信用は失墜しますよ。ね、売り上げ1000万を目標に、コンサルを受けた。でもその1000万を達成するのに、3年かかりました。誰がそんなコンサルを受けたいんですか ?3 年かかって1000万しか売れないの。そんなコンサルいらねえよ。ね。 だったら年収300万は普通の会社員じゃないかみたいなことになっちゃいますからね。だから、ものすごいスピードで理解が進み、行動力が上がり、稼ぎるようになっちゃった。そういうふうに結果を残すと、コンサル生さんと師匠との関係は良くなりますし、そのコンサルを受けたいと思うような人はどん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 増えてくるので、じゃあ、コンサルの費用をもっと上げても人は来るよねってことになって、結果、コンサルの師匠は、 もっともっとビジネスの格を上げることになるんですよ。ね。人によってはコンサル、10万でやってくれる人がいます。でも、300万って人もいますよ。じゃあ、10万と300万、どっちが受けたいんですか値段だけで言うんだったら10万の方が取り組みやすいかもしれませんけども、10万のコンサルで、果たしてね、年収500万、1000万稼げますたった10万で。そんなことでありますいやいや。 年収1000万がもし稼げるんだったらねコンサルの先生に1000万払ってもプラスでおつりが来ますよだってそのコンサルマスターしたら毎年毎年1000万も,もたらされるんでしょこの先30年1000万稼ぐとして最初の1000万って無駄な1000万ですかねもったいない1000万ですかねいや私はね稼げる自分になるんだったら相当なお金を払ってもその師匠に 大きなお金を払う意義があると思います。それが人材に最大限投資しろコンサルの知恵を雇えっていうことにもなると思うんですよねはいじゃあ今回以上のようにしておきましょうかどうもお付き合いいただきましてありがとうございましたそれでは次回また高さんの第今度は20話ですか楽しみですね20話でお会いしましょう